番号362番、リーダーのぬいです。特技は側転です。ご覧ください。私サウナ大好きなんですけど、メンバーにも結構サウナ好き多いらしくて、いつもサウナの整え方とか話してます。肌がちょっと調子いいです肌もパフォーマンスも見ていただけたらなと思います。リーグ4連覇、そして日本一奪還に向けて一緒に熱く戦っていきたいと思います。今シーズンもよろしくお願いします。背番号373番、サブリーダーの日和です。特技は床に落ちているものを足で拾えることです。どうぞ。もともとクラシックバレエをしていて、足をの指をめっちゃ5本開いてこう掴むみたいな トレーニングしてて、でそこからもうお家とかで洗濯とかこうやって入れたりしてリーグ4連覇、日本一奪還に向けてチームを後押しできるようなパフォーマンスを頑張ります。皆様と一緒にオリフォーをたくさんしたいです。よろしくお願いします。オリフォー。背番号374番、パフォーマーのゆかりです。私の特技は高速ウインクです。今からやってみたいと思いますありがとうございます。リーグ4連覇、日本一奪還を目指して笑顔でファンの皆様と一緒に全力応援していきたいと思います。今シーズン応援の方よろしくお願いします。皆さんこんにちは。背番号377番、ボーカルの日向です。特技は体が柔らかいので股割りができます。ほっ今シーズンはビーズグラビティをもっともっとたくさんの人に知っていただくために、自分から積極的に活動していくことと、リーグ4連覇、日本一奪還を目指して一生懸命応援します。バイバイ。背番号379番、パフォーマーの真帆です。特技はスティッチの真似をすることとスカイのパフォーマンスです。スティッチからいきます。ストップ、7回のスカイのサビだけやらせていただきます。球場の大きさにも負けないダイナミックなパフォーマンスで皆様と一緒に盛り上げていきたいと思います。4連覇目指しましょう。背番号380番、ボーカルのやかです。少林寺拳法です。どうぞ。3歳から中学3年生まで一応続けてて、県1位とかだったりは一応何回かは、声は結構人一倍うるさいので多分それは結構つながってきてると思います。一緒にたくさんオリファーしましょう。こんにちは。背番号381番、パフォーマーのさあやです。私の特技は全身の骨を鳴らすことができます。まずは指からいきます。すごい鳴ります。以上です。リーグ4連覇、そして日本一奪還を目指して私たちも全力でパフォーマンス頑張りますので、よろしくお願いします。さあやでした。番号382番、パフォーマーのゆいかです。特技は片手で目薬を刺します。はいありがとうございます。キレのあるパフォーマンスと笑顔でオリックスバファローズの応援を後押しできるように頑張ります。よろしくお願いします。
番号383番パフォーマーのファナです。特技は高く足を蹴り上げることです。はっ、毎朝とお風呂上がりに、必ずストレッチをしてます。積み重ねやと思います、体柔らかくなるのは。オリックスバファローズのリーグ4連覇と日本一奪還を後押しできるような私の笑顔とビーズグラビティのダイナミックなパフォーマンスで頑張りたいと思います。バイバーイ。背番号384番ボーカルのリュウトです。特技はアクロバットです。今シーズンは皆さんと一緒に戦ってリーグ優勝、そして日本一奪還を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。背番号385番ボーカルのじゅんきです、特技コロチキチキペッパーのナダルさんのモノマネでお願いします。ちょ待って、もう無理やって、あかんて、そんなユリア、西野、汗燃えて、ありがとうございます。モノマネでは滑ってしまいましたけども、球場では、このモノマネを取り返せるぐらい熱いパフォーマンスで、チームの勝利を後押しできるように頑張ります。よろしくお願いします。背番号386番パフォーマーのいぶきです。変顔の方をちょっと一個披露させていただきます。牛が渾身の一芸だったと思います。ありがとうございます去年オリックスバファローズは日本一取れなくてちょっと悔しい思いもしているので、今シーズンは、リーグ4連覇と、そして日本一奪還を目指せるような、そしてそれを後押ししていけるような、パフォーマンスをしていきたいと思います。よろしくお願いします。背番号387番パフォーマーの大太郎です。特技はフラッシュ暗算です。 VTR をご覧ください。22+368+45+2+333+487は1257です。正解です。意気込みは今年から新体制になったということで、よりパワーアップしたパフォーマンスで球場を盛り上げられるように頑張りますのでお願いします。背番号388番パフォーマーのゆうきです。特技は靴紐を早く通すことができます。いけます。よーいどん。すごいシュールなんですけど大丈夫かな靴がすごい好きで、僕靴を買うと最初靴紐を通し直すっていう癖があるんですよ。それで身につけたって感じです。もうスニーカーもすごい好きで収集癖家にたくさんあります。それがすごいいいなっていうので、僕はずっとこの感じでくくってます。ちょうど終わりました。リーグ4連覇、日本一奪還に向けて精一杯応援しますので、皆様ご声援のほどよろしくお願いします。